こんにちは、粟田洋介です。例えば何気なく描いてた落書きがなんだか結構面白い絵になる時ってありますよね。先日私もノートに何気なく描いてた絵がなんか面白い感じになったので、まあこんな感じのシンプルな絵なんですが、形とかが結構面白いので、これをキャンバスに仕上げてみようと思います。もうこのままで十分な形ができてるんですが、本番で描く前にもうちょっと形を整えたいなと思う場合は、まあ別の紙でもスケッチブックでもこのノートでも何でもいいんですけど、ちょっと形を整えていくっていうこともできると思います。ちょっと今日は声の調子が悪いので聞き取りづらかったらすいません。それから今回の動画はなるべく喋らないようにさせていただきたいと思います。絵を描く手順には、まあ、いきなりキャンバスに描いちゃってもいいし、キャンバスの上に下書きしてもいいし、なんかスケッチブックとかでアイデアを練って、それで描いた絵を清書って感じでキャンバスとかに描くっていうこともできると思います。どの方法が正しいとか間違えてるとかがなくて、自分が描きやすい方法で描けばいいんだと思います。私も今日はこの描き方の方が描きやすいけど、明日は違う描き方の方が描きやすいっていう場合もあるので、もう本当に好きなように描いたらいいんだと思います。なんかちょっと形を崩して描いてみたんですが、もともと描いた絵の方がなんかこのシンプルさが私は好きです。どんどん描き直していくっていうのもまたいい方法だと思うんですが、私の場合は描き直すことによってその最初に描いた良さがどんどんなくなってしまうことが嫌だなぁと思うことがあります。でも描き直す前と描き直した後のそれぞれの良さっていうのがあるので、キャンバスに描くときはその両方の良さをうまく取り入れながら描いていこうと思います。そんな感じで私はキャンバスの方に描き始めようと思うんですが、人によってはもうちょっとスケッチの方で形を考えたりアイデアを練っていきたいという人もいらっしゃると思います。本当それは人それぞれやりやすさが違うと思うので、どっちも正しい方法だし、やりやすい方で描いたらいいんだと思います。ではちょっとキャンバスの方にアクリル絵の具で描いていこうと思います。今日は久しぶりに天気が良かったので、外へ出てキャンバスにスプレーペインティングをしました。今日は濃い色、深い色で塗っていこうと思います。まあ濃い色でスプレーをしてるんですが、この時は何を描こうとか全然考えないでスプレーをしています。スプレーをしている時は抽象的にどんな風にどんな色合い、どんな色の濃さのバランスとか、どんな風にしたらバランスが良くなるかなって考えながらスプレーをしています。今日は天気がいいのですぐ乾くんじゃないかと思います。この絵は線で描いたような感じに仕上げていこうと思います。ムラがないフラットな感じに塗って、それでアウトラインを引いていこうと思ったんですが、ちょっと塗り方を変えていこうと思います。そんな感じで描きながらどういう風にしようか考えています。この色にちょっとグラデーションをつけることにしました。なんだかいい感じになってきました。そんな感じで考えながら描いています。
なんかね、猫たちがすごいはしゃいでいます。何かと思えば外から虫が入ってきたようです。それを追いかけています。なんだかとても賑やかです。こうやってパレットに乗って絵の具を踏んだりするのが困るんですよね。もう一匹の猫はすでに絵の具を踏んでいます。この猫はポーズは同じなんですが、あの2つとはどちらとも違う雰囲気になりました。この猫単体の方は仕上がったんですが、この周りですね、このまんまでもいいんですが、もうちょっとこの下の方に何か足していって、そして仕上げていこうと思います。こんな感じで最後は水玉を描いて仕上げました。タイトルは尻尾の長い猫です。今日は絵を描く手順ということで、数日前になんとなく描いた絵をもとにキャンバスに絵を描いてみたんですが、まあその描いた絵をまた描き直して、もっとちょっと手を加えたり形を変えたりいろいろやって、絵のアイデアを作ってそれから本番を描くっていうこともできますし、いきなり本番を描いてもいいですし、まあこれは絵を描く手順ということで絵を描く方法なんですけど、もうその手順っていうのは何通りもあって、その時に描きたいやり方、まあそれは人それぞれ自分に合った方法でやるのが一番いいと思います。まあ最初は何が自分に合った方法かわからないと思うので、いろいろ試して書いていただくのがいいと思いますが、なんかうまくいかないと思った時にその方法でやり続けると、私はそれが元でなんか絵が思い通りに描けなくなっちゃったっていう時期があるので、ちょっとやりづらいなと思ったら違う方法を試す。でそれも自分に合ってなかったら、何が自分に合ってるのかっていうんで自分に合ってる方法でやるのが一番いいと思います。まあそんな感じで絵を描く手順ということで、まあ絵の描き方の動画だったんですが、例えば絵を描く方法、色の塗り方、筆の使い方、いろいろあると思うんですけど、私自身どういう風に描いてるかっていうのは全然意識してなくて、今日もそうだったんですが、描こうと思った時にこういう風に描くにはどうやるんだろうって感じで、その時によって描きたいように描いてるっていう感じです。そんな感じで正しい筆の使い方とか正しい絵の描き方とか、そういうのは人それぞれ違うと思うし、絵なんて好きなように描いたらいいんだと思います。ちょっと今日はこんな声だったので聞き苦しかったらごめんなさい。実は2週間前に風邪ひいちゃったんですけど、最初全然声が出なくて、12日、13日、まあ2週間近く経つんですけど、やっと声が出てきて、なんか今回の風邪はすごく長引いています。多分明日は治ってるんじゃないかなって思います。そんなわけで皆様もお体にお気をつけください。では今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントでいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。